歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團子さん、本当に光栄に思っております。猿翁さんが初演の作品が通算上演回数1000回を記録、市川團子。歌舞伎俳優の市川團子さんが出演するスーパー歌舞伎大和たけるが3月10日東京新橋演舞場で通算上演回数1000回を迎え、カーテンコールで挨拶を行いました。おめでとうございます。本作は1986年日本神話の英雄大和たけるの伝説をもとに、3代目市川猿之助さん、二世猿翁さんのために書き下ろされた作品。歌舞伎でありながら歌舞伎を超えるものという猿翁さんの強い信念が結実した本作の誕生で、その後9作にわたり発展していくスーパー歌舞伎の原点であり、歌舞伎界のみならず演劇界にも大きな影響を与えました。そして大和たけるが3月10日の昼の部で通算上演回数1000回を達成。これまで様々な俳優が演じてきた大和たける役を二世猿翁さんの孫である團子さんが務め、38年の歴史に新たな1ページを刻みました。終演後カーテンコールで團子さんは、本日はご感激くださりありがとうございました。この作品は私が初舞台の時に出演させていただいた作品で、本当に大好きな作品です。1000回という大きな節目を公演に出演させていただけますことを本当に光栄に思っております。祖父が作った大和たけるという作品がこれからも皆様に愛されて、1500回、2000回、3000回と上演されてますよう心より願っております。また私も精進を重ねてまいりますと語りました。市川團子さん、本当に光栄に思っております。猿翁さんが初演の作品が通算上演回数1000回を記録、市川團子でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。